ありがとうございます。不思議ですね。冬の晴れの日ってなんだか夏より光が強い気がします。太陽が低くて見上げなくても目に入ってくるからかもしれません。見慣れた景色だけど本当は全く同じ時なんてないんですよね。毎日の暮らしと同じ、命と同じ。もうすぐですね、約束の日。1月31日。ここに来ると思うんです。終わらせちゃいけない、守らなきゃって。私あれから落ち着いて考えてみたんです。おばあさんやみーちゃんさんのこと、清さんと会った時のこと。みーちゃんさんは命が終わる瞬間に一人だったんでしょうか。誰も知らないところでおばあさんは見届けたかったんじゃないでしょうか。生きることは人とのつながりなのに、命は有限で別れを避けられない。悲しいけれど私とあなたにもいつかそれは訪れる。もう二度と会えなくなる。生きるってわからないことばかり、苦しいことばかり。出会ってつながって楽しくて、いなくなって取り残されて一人になる。そう思うと気持ちが抑えられなくなって。でもそれで分かったんです、そういうことなんだって。同じ景色なんてない、同じ一日なんてない。全てのものは消えて生まれて常に移り変わってゆく、有限で儚いもの。だからこそ大事で愛おしくて無駄にできないって思える。だってそんな流れの中で時間と場所が重なるなんて一つの奇跡だから、出会いや人とのつながりは嬉しいんだと思います。そしてそれが多分生きる喜び。悲しくて優しい、限りあることの輝き。そう考えたら迷ってる暇なんてないです。伝えなきゃ、たとえ叶わなくても自分の本当の気持ち。好きです。機械って分かってます。触れ合えないって分かってます。でも理由なんて分からないです。ずっとあなたしか見えなくて。好きで好きで、私どこか壊れちゃいそう。ごめんなさい、言葉出なくて。本当に壊れちゃったのかな、私。幸せすぎて。私先に帰ってます。顔見られなくて。また後で。